皆さんよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。すごいね、分厚い資料をね作成してくださって。セミナーでは出してないですね。本当セミナー以上の価値じゃん。これもうマジで勉強になるから、ちゃんと見てついてきてください皆さん。頑張って深く紹介するのはだらっと見るよりも、うん、もう準備してちゃんと持って帰ってほしいじゃん。確かに皆さんの参加する人にもうできるだけ多くのものを持って帰ってもらいたい。限られた時間の中でいろんなものをできるだけ多く提供したいっていうね、もう皆さんの男気だよ。なんでこうやってするかっていうと、ね、僕の尊敬する人で札幌で大家界のレジェンドの石井豊さんっていう元祖サラリーマン大家で勤め上げて、もう大家歴40年以上とかですかね。熱意に出てらっしゃいます。あ、本当ですか。優しくて、石井さんに戸建て教えてもらおうと思ったらこんな感じでもう全部資料用意してくれて、そのおかげで僕も戸建てそこから2年で19棟買ったんですよ。だからそれも石井さんのおかげで、だからそういうのを経験したんで、僕もやっぱそういう機会があればそうした方がやっぱりいいな。めちゃめちゃすごいね。しかも今回ひろこさんに2ヶ月前にデラックス母ちゃんと一緒に回った時にリフォームする前の物件は見てもらったんですよ。はい、今回リフォームした後の物件見てもらえるんで、ちょっとその振り幅を見てもらいたいな。見たい。あ、そうだよね、速攻決まりました。母ちゃんのアドバイスに従ってやったらすぐ決まったみたいな。とにかくその内覧数がすごいって言って、その管理会社さんの管理してる物件の中でダントツ一番で、出して反響すごくて 2,3 日で内見来て1週間ぐらいパッと決まったってこと。すごいね。管理会社もこんな効果あるのってみんなわかるからさ、管理会社の蓄積にもなっていいですよね。僕もこれネタになるし。確かにそのあたりはアパート激戦区ではないの。激戦区ですね。同じような、で需要がもともとないような地域なんで、完全郊外、賃貸経営的には楽ではないですよね、需要が少ない。なるほどね。何部屋あるんですか。15部屋 2LDK、12、3LDK、3。まあ、ファミリー中心の物件ですよね。で今回決めたのは1部屋ですか。1部屋。ここは全部埋まってるの。退去するごとにちょっとずつそういうテイスト加えてたら、まあ、全体の底上げできるかもしれないですよね。そうですよね。数年後売却するようなことがあれば、ああそうだよ、3万円の価格っていうのはね、家賃の合計額で決まるからね、それで割り戻して利回り出すから。皆さんの物件に到着しました。1年半前購入。これ築何年ですか。15年。 RC ですか。 RC4層のエレベーターなしですね。外壁タイル張りだからメンテナンスもそんなにいらないし。確かに。ちゃんとオートロック。お邪魔します。綺麗だな。天井の木目調ってさ、僕がやりました。壁用のクロスですね。これって効果ありますか。めちゃくちゃあります。なんだ。でむしろ壁より天井の方が面積広いし、壁だと家具を置くと隠れたりするじゃないですか。はい、でも天井ってずっとあるし。なるほどね。で写真写り的にも天井が一番インパクトある、木目調の天井だからインパクト感じるんじゃない。あ、それもありますね。リフォームしたのは6万ぐらいですね。天井ここ変えたのと、壁ここと、こっちの部屋変えたんで。すごいね、どこまでそこまでできんの。ここのアクセントクラスが僕買う前から木目さんがこれ貼ってくれてる。あ、なるほどね。じゃあもうこれは変えてないんだ。僕は木目を横向きで貼りたいんですけど、縦に貼る、横に貼るは何か違いあるんですか。横の方が広がりっていうか、広感じる、感じるかなと。貼る面積にもよると思うんですけど、リフォームは そんなにこの物件は頑張ってない、ちょっとアクセント多めに入れたかなっていう物件ですね。この後紹介するのは本当にデラックス母ちゃんにアドバイスもらって、結構頑張った。なるほど。オーナープレゼントを置いたり、はっきり言って効果がどこまであるかは分かんないんですよ。でも気持ちって伝わると思うんですよね。本当に安く揃えようと思ったら揃えれるんですけど、安く済ませたなっていうのも伝わっちゃう。なるほどね。文教付けで何かできることがあれば一つでも取り入れたいなと思って最近はまた復活させて、あまり予算はかけてないってことだけど、内見に来た方とか、まだ不動産投資始めたいけど池も持ってないっていう人の目から見たら、そんなにお金かかってないっていうの分かんないよね。効果が高い。案内してもらうとき一度に3件4件見るじゃないですか、
その中でやっぱりアクセントクロス使ってるところってまだまだ少なくて、自分たちの中ではスタンダードだと思うんですけど、でも世の中って多分地主さんの親さんみたいな保守的な方も多分多いと思うんで、まあ白クロスは白でそれの良さもあるんですけど、僕はこういうライバルが多いエリアだとなんか差別化しない、確かに確かに生き残れないな、一生残れないよね。ネットでまず引っかかる、はい、来た時にイメージしてたものよりもちょっとでもプラスだった、確かにがっかりさせない、そこはまあ 大事かな。へクロスもほとんど値段変わんないんですよ、職人さんにお願いすればいいってことね、はい、プラス300円とか、まあ、そうだよね、でどうせ張り替えるんだったら目に留まる、確かにがいいのかな。やって効果が出なかったらさ、なんか払い損だなって思う人もいるかもしれないけど、やってみた方がいいよ。この物件8800万、融資8600万つけてくれたんですけど、新組さんだったんですけど、他回ったんですけど、なかなかうまく融資つかなくて、要はその金融機関目線でいうと評価が出ないんですよ。地も狭いし、地下鉄から近いと売り値は高いけど、金融機関目線での計算式での評価って出づらかったりするんですよ。イオンでミーティングっていうのを毎週無料でやってて、そこに来てくれてた人が安さんにその金融機関ぜひ紹介して、金融機関の役員さん紹介してくれたんですよ。役員室みたいなとこ行って面談して、今自分のやってることとかセミナーとかスクールとか、こういう活動させてもらってます、で YouTube も紹介したら、なんかそれを全部見てくれて、人柄が分かったと、で融資すると、で通常であればこれ8800万に対して銀行の評価4000万ぐらいしか出なかったんです。全然足りなくてみんなと思ったんですけど、僕の信用を見てくれて、足りない分の3000何百万は余震でプラスで、あなたは人的資本すごい。戸建てでやっぱりどうしても時間がかかるって思ってる人も多いと思うんですけど、僕もやってて分かるんですけど、例えば現金で小利回りで札幌だったら 20% いけばいいんですけど、同じ700万使って 20% なのと、実際は利回りこれ 9% だから、普通の利回りだけどうしても最初の頃って見がちじゃないですか、だから 9% なんて買えないよってなるんですけど、払った自己資金に対しての利回りはっていうと 30% 以上なんで、効率はいいんですよ。でしかもレバレッジかけてるで残債もどんどん減っていく、そうだよ、売却した時にその今までの含み益が一気に現金出す、そうだね、ただまあ借金するんでいい面も悪い面もあるんで、それが分かったのでした方がいいし、融資の年数もなるべく僕長く借りたかったんで、30年、僕の条件飲んでくれたね、金利はそちらの好きな金利取ってください、好きな金利取ってください。2.7% だったんでちょっと高いんですけど、自己資金倍入れるよりは効率的にはいいんで、っていう形で変えたっていうのがこの物件、この持ち主さんっていうのはまあおじいちゃんだったんですけど、この物件現金で2棟建てたらしくて、まあ他にも買い物ってかっこよすぎ、新築の時ってこと、新築に現金で建てて、でその人のスタイルは15年ぐらい経ってきたらリフォーム費用かかるから売ってくんだとか、それも硬いね。でもそれ大地主しかできないよね。もちろんその人は儲かっただろうし、買った奴さんもね喜んでるし、それで工夫された部屋に住める入居者さんも嬉しいしさ、そこの銀行さんは融資の実行もできて実績できたし、みんな喜んでるじゃん。素晴らしいね。もう原資産が有形資産に変わった瞬間っていうか、まあもちろん狙ってそれをやるとさ、そうなるかどうかは確実ではないけど、信用の積み重ね。今の時代ってこういう SNS とかもそれが信用になるんだな。本当そうね。見てる人は全部見るじゃないですか。見る、この人どんな人か、だからってわけじゃないですけど、なるべく僕も、まあ、ポジティブな表現を使いたいなとは思ってますけど、面白いですよね。面白いね。人から出るんですよね。これを欲しいと思ったら決めてって何なんですか。相場でいう利回りよりは若干まず高かったんですよ。僕この当時探してたのが、それまではレバレッジをかけずにやってきてたんですけど、このタイミングで自分を拡大しようって思うようになって、融資をまず引ける物件って考えた時に札幌だと RC、 なぜかっていうと金融機関が評価しやすいからなんですね。建物の価値が残っているので、木造で22年超えちゃうと金融機関によってはゼロ評価っていうと思います、土地の評価だけ。でも RC って耐用年数47年なので、価値はまだ残っている。キャッシュを残すためには融資年数長く取りたかったんです、RC だと一般的には47年から築年数分引いた残りの年数を貸してくれるとか結構あるんですよ、これで言うと 47-15 なんで32年ぐらいなんですけど、その金融機関的には30年が限界かな。フルに近く借りてもそれでも返済比率 50% ぐらいなんで、一応自分の中の基準は満たしたので、ここにしたんだろうですね。
個の家賃でいくらですか？5万1000円とか。これをしていくらがあるかですね。2000円で今募集してます。エアコンないんですか？エアコンないです。エアコンない、なし。え、それ普通？今本当に札幌は暑いんで、うん、エアコンあるかなしかで雪付けは結構変わってくる、うん、いずれはつけていかないとダメだな。今はまだつけなくてもいけそうな感じ。入居は 95% から 7% ぐらいで推移してるんですけど、うん、ただ入居者さんのことを考えたら絶対つけた方がいいんで。もちろん関東だからもう生命維持装置なんですよ、うん、涼むとかじゃなくて、うん、ないと死ぬっていうレベルの設備にもうなっちゃってるから。札幌だと本当寝れない夜っていうのはまあ何日かあるんですよね、うん、へえ。費用の面でいうと、うん、15世帯の物件でエアコン全部つけるって言ったら多分170、80万ぐらい。あ、そんなにする？あるしなんで、コア抜きとか、うん、足場とか、まあ、プラスアルファがかかって、そっかそっか、普通だともうちょっと安い、うん、なるほどね。新しい物件に15をつけるのに、うん、ガス会社さん一軒一軒ピンポンして工事の説明行っても、うん、お年寄りとかやっつけなくていいと、うん、今回どうでもやっていうことがないんで、なるほどね。この辺の方だと逆にエアコンの風が苦手っていう方も。本当地域性ですね。勉強になります。給湯器にすごい気になって。室内に給湯器あるって関東ってほとんどないじゃないですか。ないですね。給湯器にさ、ボタンがついてるものなんて見たことあります？他県だと本当にないです、こういうの。室内のあっても凍るんですから本当ですね。空き家状態で一冬越すと水道管パンクしてるんですよ。水抜きしても抜ききれないんですよ。コンプレッサーとか全部使う業者に頼んでも、古い物件とかで勾配が若干逆勾配になってたりとか、そういう雪が多い地域とかって他とやっぱ違いますね。その注意しなきゃいけないところがポイントが。最近の新築はもう標準です、ね、インターネット無料とエアコンはまあ標準なんですけど、極東洗浄のすごい豪華なあったじゃないですか、うん、で寝室なかったんですよ。1週間ぐらいは使ったとしてもね、うん、30度超える人ちょっとないですか、うん、そんなないですか。まだ別に来るできます、うん、だから一世帯に一台みたいな。そうそう、昨日それであれだけのマンションもそうなのと思って、うん、まだ新築は建たないですか？中古が多いですね。土地が余ってないもんないんで。あ、そうかそうか、じゃあ大丈夫か。なんか新築でさ、全部の設備が揃ったものがさ、同じぐらいの価格で出てきたらもう全部取られちゃうじゃん。取られますね、うん。勉強になりました。ありがとうございました。ここの、ね、物件の駐車場事情についてお伺いしたいんですけど、はいはい、なんか舗装の駐車場がないっていうね、話聞いたんだけどさ、はいはい、それをどうやって解説してますか？地下鉄駅徒歩4分で、4台中2台ぐらいしか借りて余ってます、これ。本当に？はい、この辺に住む人っていうのは、車ない人が住むって感じですね。ああ、ちょっと郊外に行くと車持ってるって人ですけど、車持つお金もないというか必要もないみたいな。北海道で車はさ、止められなくて生活できるんですかね？なんかちょっと私は全然この辺の事情が分かんないんですけど、この辺だったら、うん、地下鉄もあるし、うんうん、バスとか JR とかもあって、うんうん、問題ない方もいます。あ、そっかそっかそっか。ちょっと郊外に行くと、うんうん、厳しいよね。バスがたまにしかないとか、あ、そこはもう車ないとダメです。なるほどなるほど。でもここさ、駐車場が個数分足りないってことですごく安かったんじゃないの？この辺はもうそれがスタンダードです。あ、そうなの。地下鉄徒歩圏で個数分駐車場ある物件って本当にない、うん、ないんだ。それがネックですごく値下がりしたってわけではないんですね。ないですね。あ、なるほどなるほど、分かりました。ありがとうございます。床面積がものすごく贅沢に作られてるらしくて、この規模だったら15世帯ぐらい入るんじゃないって言ってたんだけど、7世帯しか入ってないらしいですね。高級だね。そうですね、全体的に。どの辺が母ちゃんアドバイスですか？天井の色味とか、うんうんうん、部屋全体のカラーの雰囲気とか、うん、そんな感じ。組み合わせ、なんで黄色にしたかっていうと、うんうん、エアコンと暖房が基盤できてたんですよ。あ自分で考えて。それさ、天才やね、あなた。